コラボス、大阪五十山。おはようございます皆さん。時刻は9時1分になっております。今日はここじゃん、近鉄はひょうたん山駅にやってまいりました。ひょうたん、ひょうたん、ひょうたん、こっちこっちこっちです。ひょうたん結構いけるで、池もひょうたん型。今日はここから、はい、大阪五十山は第42座生駒山に向かいたいと思っております。コース詳細は大谷山。ここから楽々登山道を使って、はい、生駒山頂を目指します。楽々登山道から生駒山頂、はいはい。そこから今度奈良川宝山寺の方に降りていきます。奈良川宝山寺、宝山寺、宝山寺、はい、はい。でそこからラッキーガーデンにまたもや行きます。もうね、生駒といえばラッキーガーデンだよね。もう何遍食べても美味しいから、今日は数量限定やからね、ありつけたらいいんですけどね、あのいちごアイスを食べたいと思っております。数量限定なん、いちごアイス。そうなんよ、あれ。まあ万が一売り切れとったら泣きにいいです。はい、はい、でという、はい、そこからまた山を越えてここに戻ってくるという約20キロのコースです。約20キロのコース。はい、今日は天気もいいですね。今日はさすがに大雨はないやろうと思います。はい、暑いですね。あ、暑いですね。はい、5月ぐらいの気温ですかね。はい、はい、それでは今日も元気でいい、行ってみよう、行ってみよう、おいしい、行ってみよう。あっ、稲穂。ほら稲穂やろね。え、いや狛犬はよく見るけど、このお狐さんが、この人も何も持ってあれへんで。ほんまやね。ほんでね、ここね、あそこの手水のところね、うん、狐さんがふーって吹いてね、水が出てるみたいな。へー、見て見て、綺麗に桜もしてあるね。これすごいなと思って。そうやろ、竜ちゃうねん。ストローか、いやストローかどうか分からんけど、なんか竜神っていう多いけどね、すごい狐さん。うん、一体何体いらっしゃるのかっていうぐらいね。ねえ、まばつかなくて感じ。馬もあるで。おお。シンバ。シンバの。純喜さん、それはそうと、いよいよ明日からですね、給食のおばさん。給食のおばさんっていうのやめてください。あの男性の方もいらっしゃるんでね。給食の係の人。給食作る係の人、明日からです。はい。ね。ちょっと緊張しますね。ちゃんとできるかちょっとね、ちょっと緊張しますね。頑張ってくださいね。うん、頑張ります。頑張るぞ。やる気だけは十分。朝何時からですか、出勤は。7時半からなんですよ。はい、7時からの給食施設多いんですけど、はい、大阪市内は7時半みたいですね。何時までですか。一応4時半定時みたいですね。ドキドキですね。はい、こうご期待。何をやん。いや、楽々に行くまでがしんどいよね。全然楽々じゃないよね。すごい登り坂です。暑っ。初夏やね。
25分、距離は 1.5 キロ。はい、汗だく暑いね。はい、上が楽々登山道です。どうやろな。はい、楽々登山道に出てきました。9時37分です。はい、距離は 2.2 キロです、はい、あー、これは初めてかな。ついとったんやな、こんな道。いい、よかったね。うん、町の桜はほぼ終わりかけなのにね、ちょっと山手に来るとまず綺麗ね。今日花見バージョンですあー、綺麗綺麗。良いね。ありがとうございます。元気で撮っていいですか乗せてもいいですかもう行ってこられたんですか。あの、まず客房谷からずっと回ろうかな。すごい桜咲いててよかったですよね、今日ね。最後みたいで、ね、いいですわ気をつけて。はい、ありがとうございます。失礼します。こんな綺麗かったんやな。ねえ、いや、ほんま知らんかったわ。何遍来とんねん。いや、でも春のこのバシッとした時期通らへんから。いや、見事なもんやで、ほんま。この辺がやっぱり下から見えとったんちゃう。そうかもね。あ、ひらひらなってるよ。取らせてもらいましょうか。私は、いや、私おかげさまでなんか新しいコース知ったりとか、あの、させてもらって、うん、あ、ここ行ってみたいなとか、すっごく嬉しいです。いや、そんなん言ってもらって、こっちももう、いや、ね、すごいなんかお勉強もしてはって、よう思ってね、あ、嬉しい。最後に混じってね、勉強よう頑張ってましたわ。嬉しかったです。ありがとうございます。またもちもちアップします。はい、お願いします。ありがとうございます。お声だけ入れときます。失礼します。ありがとうございます。ミキチさん、ね、応援してくれて、もうね、なんかちょっと涙出そうですね。もうじわ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 って感じですね。いや、本当にね、言っていただくと嬉しいですね。いやね、新しいコースを知れて、なんか勉強してる姿とかもなんか褒めてもらうっていうか、何かしら感じてもらえたらね、自分のやってることも誰かの何かの役に立ってるのかなって、ね、思えるとね、嬉しいね。お主、ただの給食のおばちゃんではないな。アホ、まだや。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。進んでますね。ふれあい広場です、うん、はい、トイレも多いから助かるね。時刻は間もなく10時です、うん、9時58分です。 3.5 キロ、はい、
合桜かこれは、ね、でかいね。いいね新緑の季節は、うん、自分も自然の一部だなって感じするよね。木か。はい、今日のおやつ毎度おなじみ銀座西川の食パン、4分の1カットするとちょうどね、ここのねパンをね、感想を言ってください。一口や、うん、何にもくせにでも美味しい、うん、小麦の味がすごい程よい甘さよね、うん、カステラみたいよね、うん、あんまりパサパサしてなくて水分が程よく含んでるから、うん、喉乾かないしね。そんなあん食パンもあります。あんこね、食べたことはないです。昨日は売り切れてました。売り切れとった。なんかあんこ巻き巻きしてある銀座西川のあん食パンもあるらしい。今度狙ってるんですけどね、うん、こうやってジップロックに入れて持ってきてます、うん、ラッキーガーデンまではまだまだです、うん、はい、桜発見。桜発見、桜発見。ところどころポツンとあんねんな。あるね、うん、はい、分岐点にやってきました。10時18分、はい、 4.9 キロ、はい、あ、これまっすぐ行くと暗がり峠の方に行きますけど、はい、今日はそっちに行かずにここを下っていきます。はい、ここは紅葉の時期に来るとこの先がすごく綺麗なんですよ。あ、そうなんだ、ね、はい、一緒に来たんですよ。そうなんやとか言うてるけど。最悪か。うん、ここはい、ここ入り、府民の森ぬかた園地。雪柳です。雪柳、はい、どうした。もうすぐアジサイのとこやで。あ、そう、うん、結構咲いてるんやね。アジサイロードです、うん、春もいいなと思ったね、はい、ここはショートカットもできます。つづらお礼になってます、はい、ああ、桜、上の方にあった桜がお見事。あ、すごいね。へえ。鳥がもういい。鳥飛びまくってるから。飛びまくってんな。やっぱこの高低差があるからね、木立ちがすごい近くに感じれて気持ちがいいよね。ポンポンみたい、ね、一言で桜って言ってもね、ソメイヨシノやらなんやらいろんな品種があるから楽しいよね、うん、これももうすっかり葉桜になってるけど桜かな。そうやな、葉っぱがそんな感じやな、ね、うん、桜餅食べたくなんな。あのちょっとしょっぱい葉っぱに包まれた。さっきのトイレはそこです。こっからでも上がってこれます。一瞬でこれ、ここ残してなかったら今日来てないもんね。すごいよ。いや、もう今日のまとめ入っちゃうけどね。もうですか。アジサイ園って言ったらもうアジサイの時に粉っていう頭がなんかどっかしらあんねんけど、見てこれ、もうこんなに綺麗な桜の園やったんやで。いつものこと大興奮しております。いや、今日ここ来れてよかったなと思って、はい、すごい綺麗。このアジサイの新芽がいっぱい生えてるのがすごいなんかパワーを感じるよ。
桜に染まってて、でちょっと高台からこう街を見下ろすっていうのがまたね、うん、いいよね。大興奮くすんでますけど、ここいや、ここ春におすすめ。やっぱ知る人ぞ知るやな、これどう見てもこれさ桜ちゃいます、この花びらな、うん、え、ユリと光やって、ユリの時期にもユリ咲くんやで、これ、ユリっていつや、ユリや、ちょっと微妙、へえ、これランとか、ランの集いの広場やてランの花、おー、へえ、ちょっと知らんかったな、やっぱ、うん、ピューって走っとったらああいうのを見んからな、うん、これイゴンはまだまだ奥深いよどっちでも行けるで、うん、じゃあこっちから行こうか、はい、はい、ここで右に取って山上に向かいます、はい、おいちにーおいちに、花粉の時期にはこの百均花粉メガネが重宝します、はい、今日くしゃみせえへんや、そうやな、うん、飛んでないんかヒノキがヒノキがな、あ、落ちたことあるね、駐車場いっぱいやわ、可愛いか可愛くないかちょっと微妙だね。可愛いや。下膨れが可愛い。大にぎわいですね。ねえ、どれもこれも楽しそうですね。楽しそう楽しそう。うん、やるんやったらああいうぶら下がって乗る系。うん、あ、ディスやん。パンダさん。おお。スカスカパンダやで。ありがとうございました。乗り物が完全に止まるまで、ね、そのままでよ。一周来たで。三角点、あそこなんですよ、三角点、タッチ、タッチ、タッチ、第42座、タッチ、42座、タッチ、イエーイ、やりました、はい、二等三角点があります、いや、すごい綺麗なしだれ桜ね、うまいな、うん、満開ここ、怖いよ、はい、宝山寺の方へ向かってます、はい、石段が続くのでここは歩きにくいです、うん、そうだね、雨が降るとつるつる滑って危ないです、今日はまだマシかな、はい、でこの横にケーブルカーが通ってます、音がするね、うん、風が気持ちいいね、はい、石畳の道が終わり、宝山寺へと向かってます、うん、左にそれたよね、はい、はい、すごい数のお地蔵さんが出てきました、うん、いろんなお顔されてます、うんうん、この苔むした感じでね、すごく綺麗ね、花宝塔、うん、立派ね、ね、すごいよね、うん、これ崩れてきたら超怖いよな
いすごい、これはなんかねえ、岩盤に本当に守られてるって感じの、うん、でも確かにこんな不安定やったらいつからからってなるかわからんな。うん、すごいね。はい、宝山寺さんお参りしました。いや本当になんかね、お地蔵さんもねすごいみんないいお顔してあってね、うん、ここから見るあのあそこのね、うん、石仏、うん、すごいな、なんかオーラが、わっここもすごい綺麗ね。純吉またしても大興奮。、うん、はい、ラッキーガーデンに向かってます。あと2キロだそうです、はい、よかった10キロとか言われんで。なんでやの、いつもそうや、2、3キロ言ったら10キロとかや。何回か来てねえから分かるやろ、もう大体どの辺に。桜発見。で鳴いてました鳥が。この桜がちょうどそうそう、あっちが桜の園っていうだけあって、大きい桜の木がねテーブルのところにあった。今日は大にぎわいです。なあ気候がいいからね、桜のコースを予約した人はそこで優雅に食べてる。4,500円。そうや。はい、ようやく来ました。待ちに待ったカレープレート1600円であります。やりました。菜の花が飾ってある、かわいい。83番でした。83番、待ってくれてありがとうっていう書いてあるよ。83番まで出るってことは相当よね、うん、それでは早速いただいてみたいと思います、はい、ありがとうございます。前と一緒、ちょっとあの菜の花とかこの辺、はい、うん、この辺は一緒やけどね、うん、もう季節を感じられるようになってるね、うん、まずはこの辺まで食べてみようかな。ここでしか食べれない味がする。うん、普段食べ慣れてるようなね、うん、ラー油味じゃないよ。なんかね豆の味がすごいしっかりする。あ、ほんでさ、ご飯が赤飯だわ。ほら赤飯。いただきます。うん、覚えてんじゃん、うん、やってきました。待ちに待った、言ってよかった、お待たせしました。イエーイ。何やったかなこれ。 いちごアイスなかったから、いちごのスムージーとかそんなんちゃうんかな。いちごサウ、いちごナウ。なんだろうな、いちごシャイ、わからん。いただきます。美味しそう。いちご来ました。うわー綺麗。GoPro あんた映るからね。よし食べるよ。どうなん？うん、普通？うまない。いちごこんなしかないな。いちご一つ。何やろ、タピオカ。美味しいけど、いちごアイスの方が確かにね、うん、うん、美味しいよ、うん、うん、美味しい、うん、美味しいよ、なんかね、うん、つぶつぶが入ってる、つぶつぶが入ってます。はい、1時56分です、ね、だいぶ長居しましたね。1時間45分ぐらい、そうやな、ちょうど12時ぐらいに来たもんな。12時15分ぐらい。ありがとうございました。どうですか。はい、ラッキーガーデンを後にして、はい、あと7キロほどですね、おそらくやで。
氷炭山駅へまた戻ってまいります。違う道で、はい、地獄の7キロとなるのかいやでも程よく満たされてるよ今。カエル鳴いてる。熱っ。19分、はい、距離は 16.2 キロ。はい、末広の茶屋末広さん、ここが文字通り峠です。はい、ここ左、はい、入ります。ここは国道です。めっちゃ逆向きに来ると急やな。あちょっと昼ぐらいの傾斜やった。あいやこれでも大阪側から来てももっと傾斜きついんちゃう。そうな、うん、大阪側の方が多分きついで。いやなんかいつも下ってるところやからどこなのかっていうのがなんか。なかなか急やったね。うん、はあ、違う。ああ同じ反応すんだよ。感じいい場所やね。はあ、ここ初めてや。いやいや、反対から来たことある。初めてや。こんないい場所。銀賞広場。僕らの広場ほぼ広くていいよね。うん、あ、これこの道や。あ、よかった。3本あるうちの間違った方2つに全て行きましたこれは初めてこれは初めてのコースです。と思います。いや初めてやった。今ここやろ、このか神津なんちゃらの交差点な。そうやな、うん、ナオヒア、どうする、うん、これは右に行かな。おお、それ左ちゃう。左そうやな。そうやろ、うん、左やで入れるんじゃん。今の直進として右って言うんならこれやろ、それやばいなあ。近鉄氷炭山駅 3.2 キロって書いてる。すごいやばかった今そっちにはい、2時58分、距離は18キロジャストです。はい、管理道に出てきました。はい、出てきました。静かに越えてましたけど大丈夫なんですかね。ちょっと後ろ向きましたね。あ、ほんまやそんなこけるような場所だったんでしょうか。ずるっていずるっといきましたね、うん、まあ、すりむいただけでよかったですかっこいい、この後は氷炭山駅に向けて、3キロほどとことこ歩きます。はい、桜発見。やっぱ桜テンション上がるねラッキーガーデンの桜吹雪もすごかったね。うん、
ポツンポツンとあんねんな。そうだね。名スポットやね。うん。いいですね。ねえ。ああ、綺麗綺麗。おお、すごいフォード感。へえ、こんななんねやな、ここ。うわー、すごいね。いい眺めやで、こうぐわっとこう掘り込んだ谷の底まで桜咲いててさ、名スポット。うん。ゆきさんまた興奮した。うわ。うわ。ことあるごとに興奮してます。こんなに素敵な風景だと思わんかったよ、ここ。もう桜の時期にぜひおすすめ。こう山肌がピンクに染まってんのがね、ところどころ、うん、すごい綺麗ね。ちょっとこれ予定してたコースちゃうんだけどね。あ、もう怪我の巧妙やな。氷炭山にはもう向かいません。違う別の駅を目指します。さっきの左に行ったの間違ってるやろ。そう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 、私なんかおかしいと思って。想定内です。いいよいいよ、どの駅でもいいよ、一緒ほど。これはね、でも間違ってよかったよ、すごい綺麗や。うん、なんか杉去るのがもったいないな。出ました、杉去るのがもったいない。じわん、この一瞬が命って感じ。ミクロとマクロ。よし、もうこの車道価格だろ。15時31分、21キロ、ジャスト。あ、21キロって氷炭島駅着いたんちゃうんか。氷炭山。氷炭山。どこ行ったんや、21キロの約束は。引っ越しました。おぉ。あ、桜、見て、桜発見。イエーイ。イエーイちゃうよ。イエーイ、桜発見。あ、はい。この車道を駆け下って服部川駅へ向かいます。何キロやねん、そこ。水の美術はどこ行ったの。水の美術、水の美術を前通過します。ちょっと今すっごいびっくりした。はい、4時12分です。距離は 25.6 キロ。おいや、コンビニがあることを楽しみにね、オレンジジュースを飲もうと思ってたんですけど、なくって、はい、あの自販機でご褒美のあれを買ってもらいました、ドリンクを、はい、レモンスカッシュです。あ、今日はいい一日でした、本当楽しかったですね、はい、19キロや言うたがな。こういうもんや。これもやね、はい、それでは皆さん、また次回も元気にお会いしましょう。はい、またねー。